以前お話ししていたウームへの応募なんですけど、ウームネットワークっていうのがあって、ウームのクリエイターじゃないんですけど、その前段階みたいなやつの審査申し込んだんですよ。そしたらそれがよくわからないんですけど通っちゃって、ウームネットワークは審査が通りましたよというお知らせが来ましたね。でそれに通ったことで、いろいろ動画の素材とかさまざまな編集のアイディアとかアイテムが使えるようになったみたいです。ちょっと僕も詳しくは分かってないんですけど、まあまあ一歩踏み出してみると何かしら良いことがあるなと思いました。以前の動画の続きはそんな感じですね。